強行突っ込みと先進コーナー。はいはい、もう突っ込みは入れないからな。それじゃあ行ってみよう。旧作映画ばかり見てロータするチャンネル作ってほしいです。すでにあります。更新頻度は遅いですが概要欄にリンクを貼っておくのでよければご覧ください。新しいハーレークイーンの映画のレビューしてほしいです。DC 映画もずっと追いかけてるので多分ありますよ。でも同じ日に注目作がかなり多いからちょっと遅れるかも。こいつはプリキュアを最優先するから期待しない方がいいぞ。この国論だと自分の原作も合わない気がするな。確かに原作からして微妙ですね。深く考えずに日常コメディとしてはまあまあって感じです。MCU の過去作レビューしてほしいです。あと MCU で一番好きなキャラは誰ですか？ブラックウィドウ公開前に何かやろうと思ってます。好きなキャラはシンプルにトニー・スタークです。寂しさを晴らしてはいけない。バランスを晴らしてはいけない。ほんと、あんな弾幕見たことなくて草。ジョジョのラッシュみたいになってて草。この感じだと SAO も失敗かな。そもそも原作からしてろくでもないと思ってる自分としてはハリウッドの方が期待してます。デップーさんがディズニーになった恐怖。確かにディズニーに牙を抜かれないかは心配ですが、ライアン・レイノルズが続けるなら期待できると思います。はい、今回のコメント返信はここまで、本編入ります。はい、それじゃあ今回も始めていきましょう。今回紹介する映画はこちら。1917、命を懸けた伝令。第一次世界大戦を舞台にした戦争映画ね。007スペクターなどのサム・メンデス監督最新作で、第一次世界大戦の中、味方を救う情報を伝えるために敵陣の中を駆け抜けた二人のイギリス兵の姿を、全編ワンカット風で描いた作品だね。全編ワンカットってことはカット割りは一切なしで上映時間の全てのカットが繋がってるってことよね。それだけでとんでもない作品ね。厳密にはワンカットで撮影してるわけではなくて、編集をうまく繋いでワンカットのように見せてるだけなんだけどね。さらに言うと全然ワンカットではないんだけどね。途中で主人公が気絶するシーンがあって、そこで完全に画面が暗転してるからワンカットにはなってない。正しくは全編ツーカットの映画だね。この辺がちょっと宣伝で嘘ついてることになっちゃってるね。だとしてもそれはそれですごいことなんじゃない？そうだね。間違いなく映画史に残る挑戦だと思う。技術的にはとてつもない作品で、アカデミー賞を受賞するのも納得だね。確か視覚効果賞、撮影賞、録音賞の3部門を受賞してたわね。撮影賞なんか完全にこれしかないって感じね。疑似的なワンカットとはいえそれぞれの撮影もかなり長回しなのも間違いないし、このシーンとかどうやって撮ってるんだろうと気になる場面は多いね。メイキングとかがすごく見てみたくなる映画ね。撮影以外でもいろんな映画的挑戦をしてる作品でもある。全編ワンカット風ということもあって作中での時間と映画を見ている視聴者のリアルでの時間がリンクしてる。ということは作中では早回しとかスローモーションも全く使ってないのね。そう、そのリアルタイムでの物語の進行というのも難しい。特にこの1917は主人公たちが目的地へ向かう、つまり H 点から B 地点へたどり着くという超シンプルな物語なんだ。その間何をするかといえば当然移動。ワンカットで見せる以上 H 点から B 地点までの移動を一切の省略なしに見せていかなくてはいけない。普通に考えるとただ移動してるだけのシーンなんてすごい退屈よね。その移動の時間をどう持たせるかが腕の見せ所ってことね。その通り、この作品はそういった普通に作品なら退屈でカットされそうな部分をいかに退屈させないように見せていくかの工夫に満ちた作品なんだ。個人的にはこの1917はすごくゲーム的感覚に近い作品って印象だね。この作品は前編が主人公のスコフィールドとブレイクの二人を追い続ける三人称視点で描かれるわけだけど、これはこの二人がゲームのプレイヤーキャラって感じに見えるね。カメラワークも基本二人の視点に合うように計算された動きをしてる。映画を見てる人が主人公たちに近い視点になるようにしてるのね。確かにそれはゲーム的感覚に近いかも。やっぱりこれに近い作品はクリストファー・ノーラン監督のダンケルクとかだろうね。これも戦場体験型映画って感じの作品だったわね。これもすごく面白い作品だからおすすめなんだけど、個人的には前編ワンカットの長回しや主人公を追い続けるカメラワークなどで、より戦場への没入感を増すことができてると思う。あと、移動シーンの持たせ方とかもちょっとゲームっぽい。二人が歩く中で周りの人たちの動きや背景を楽しんだり、二人の何気ない会話で間を持たせようとしてる。確かに最近のゲームだとプレイヤーが歩いてるだけのところとかで会話シーンを入れたり、周りの背景を楽しんだりとかよくあるわね。ゲームとしての動きがない時はそうやって細かいディテールを楽しめるようにしてるんだよね。この作品も似たような感じで退屈させないようにしてる。そして何より敵地を抜けて目的地にたどり着くという目的が最高の緊張感を作り上げている。いざ任務を開始し移動し始めればそこは完全な戦場。いつ敵が撃ってくるかわからない危険が常につきまとう。まさに一瞬たりとも気が抜けない移動ってことね。この戦場の舞台の組み立てが本当に見事としか言いようがない。主人公たちは常に移動し続けるからどんどん新たな舞台へと移っていき、そこでまた少し違った緊張感を味わうことができるんだ。
例えば最初は狭い自陣の塹壕内から有刺鉄線だらけの広い戦場を抜ける。ここは広大すぎる場所にポツンと自分たちだけがいる恐怖。こんな広い場所では敵がどこにいるか全くわからないし、敵に見つかっても身を隠すのも難しい。戦闘機なんかが来たら見つからないように祈るしかないって感じね。一応前線の敵は撤退したという情報は入っているんだけど、この時代の情報網ではどこまで信頼できるかわからない。もしかしたら敵が待ち伏せしてる恐怖がある。そこを抜ければ次は敵の塹壕。非常に狭い通路で曲がり角一つ一つですら油断できない。今度は一気に視野が狭まる恐怖って感じね。さらにそこから塹壕内の洞窟に入る。狭さはもちろん暗闇の恐怖までついてくる。もうほとんどホラーって感じね。この後もどんどん移動し次々に舞台が変わっていき、その中で様々な恐怖、緊張感を味わえるんだ。まさに一瞬たりとも気が抜けない戦場体験。これを全てワンカットで見せることで生まれる没入感は本当に凄まじい。それに映像の美しさも素晴らしい。特に中盤の敵地であるエクーストという廃墟となった街を抜けるシーンがあるんだけど、ここで一度スコフィールドが気絶して時間が飛ぶという場面がある。さっき言ってた一箇所だけ明らかにカット終わってるところね。ここは本当に作品の構成上仕方なかった部分だね。ここで昼間から夜中まで一気に時間を飛ばすんだ。そしたら真っ暗な街中が敵の信号弾や建物を燃やす炎で何とも幻想的な背景となっているんだ。冷静に考えると戦争によって起きた凄惨な光景なんだけれど、そんなことを忘れてうっとり見とれてしまうぐらい美しいとも言えるシーンだった。そして最後には大戦争の真っ只中を全力で駆け抜けるクライマックス。映像的迫力も凄まじいし、何よりこの危険の中を自ら全力で駆け抜けていくスコフィールドの成長にグッときた。今回の任務が来たのは相棒のブレイクの方で、スコフィールドはほとんど巻き添えでやる羽目になっただけだったんだ。だから最初の方は愚痴を漏らしてたりしたんだけど、この任務を通して成長し、英雄となった彼の姿はとても熱かった。確かにこの作品は物語性自体は本当に最小限のレベルなんだけど、とてもシンプルでまっすぐな男と男の友情の物語なんだ。個人的にはこのまっすぐさがすごく好きだし、それだけシンプルな軍映像に没頭できたとも思うね。なるほど、物語をあまり深く考えなくて異軍より映像に入り込めるってことね。そうだね、やっぱりこの作品はとにかく圧倒的な映像を楽しむ作品だと思う。あと銃声とか攻撃音とか自然の環境音とかの音響もとても素晴らしい。アカデミー賞の録音賞は伊達じゃないってことね。そこまで徹底的にリアリティを突き詰めた挑戦作として、これ以上は考えられないぐらいの戦場体験映画になったと思う。わずかなカット割りもないように一瞬も目が離せない。ここ最近ではありえないぐらい映画に入り込めた気がした作品だったよ。この前の歌声なんかあまりの苦痛に5分に1回は目をそらして天井を見上げてるというかつてない体験をさせてもらったけど、この1917はまさにそれとは全く逆の体験をさせてもらった。これはぜひとも劇場のなるべくいい映像環境で見てほしい作品だね。僕は IMAX レーザーで見たから一番いいものを見れたんじゃないかな。映像がすごい映画ならとりあえず IMAX で間違いないわね。あと4回は見てみたいぐらい大好きになった作品だよ。次は違った方式で見てみようと思ってる。個人的には 4DX ですごい見たいんだけど、僕の知る限りやってないのが残念。アトラクション的な作品でもあるから相性は良さそうね。ぜひとも 4DX 上映もお願いします。それではまとめです。前編ワンカット風の映像だからこそできた圧倒的な没入感を楽しめる戦争映画。ワンカットを成り立たせるための数々の工夫、様々な戦場の緊張感、とてもシンプルで一直線な男たちのドラマを楽しめる大傑作です。個人的には今一番劇場で体験してもらいたい作品です。ぜひご覧ください。珍しく大絶賛って感じね。これは今年のベスト更新かな。まさにそんな感じだね。見終わった後しばらく心臓がバクバクいってたもん。個人的には作品賞もパラサイトよりこっちに取って欲しかったぐらい。 Twitter とか見てると僕ぐらい推してる人があんまりいないっぽいから、ここまでお気に入りになったのは僕ぐらいなのかなって思ってるけど、まあいいんじゃない、人それぞれってことで。いろんな意見があると思うけど、理屈とか抜きに好きなものは好きってことで。そうだね、最終的に好き嫌いを決めるのは理屈よりハートだよね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。